さてさて、ネットリグッチョリバに挨拶をしてしまうと大変な目に遭ってしまうので、ここは回避をしていかねばね。本、病気の本、なんで近所の図書館のが、あ、図書館カードが挟まって、ねねこ先輩のカードだわ。あれだね、前髪の分け方を変えた先輩だ。先輩病気だったのかしら、中二病かしら、それともご家族か友達が。表紙から見て目の病気かしら。先輩の視力は両目 2.0 だったと思うけど、すごいな。ともかくとろけなくちゃ。なんでこういうとこだけ俺は勘が鋭いんだ。そして危ない、怪奇島への渡り廊下、あかんない。でここはセーブをしつつ慎重に進んでいきましょうね。こうやってね、いつ当たるか分かんないから本当に気をつけなきゃいけませんよ。さてセーブをして、お、うわ、どっちから行こう。まずこっちだな。何かしらこの穴、壁にも穴はあるんだよな。私くらいならなんとか入れそうね。もしかしたら隠し通路かも。ずいぶん長いわね。やっぱり引き返そうかしら。ん、これあれか、前に前にどんどん行ってしまうタイプの穴か。で抜けられない。お、何か見え、お、やった。ああ。あれ、食われた絵はないタイプか。とりあえずノルマは達成した。おお、白衣の女の子かわいい。あ、すみません、勝手に。いいよ、もっと勝手な人がいるから。ダメな時は対策してるし。私の場合は普通に入ってくれた方が返事しなくていいから楽なの。あれか、人との応対対応がやりづらいというか嫌いなタイプかな、めんどくさいと。そうなんですか。あ、それと要はわかるよ。最上階に行きたいんでしょ。え、博士が赤毛の女に何か頼まれてて少しだけ盗み聞きしたの。博士って。博士はこの塔に古くからいるメッサイエンティアスなの。昔は人間だったらしいけど、まあこの話はどうでもいいわね。で、私は助手をしてるの。博士は変な生き物が好きで。あ、そうそう、最上階に渡るならまずニョロクンズをお家に返してきて。ニョロクンズって廊下にいっぱいいて私のことをぐちょぐちょにしてこうはらませたあれですか。そう、もう十分遊ばせた頃だから返してあげなきゃ。お家のドアを開ければ勝手に帰るわ。看板が立ってるところだからよろしく。よろしく B。 わかりました、はいし。あら、この飲み物、科学部の女の子がいつも飲んでるジュースと似てる。それ飲まない方がいいよ。え、博士が人間界を覗き見してる時に学生が作ってたのを真似したんだけど、飲むと磯臭さが口に広がるわ。ヌメヌメと気持ち悪いわで。あれか、本当に。しかも検査してみたら魔界で呪術用に使うような劇薬に近い成分とか。え、そんなもん飲んでたのかあいつら。博士は気に入って乱造してるけど、人間ってそういうのがいいの。よくはないと思います。だよね。飲もう。飲めないのか。妖精についての本がいっぱいですね。うん、ここの塔にも妖精の類がいるなんて話も聞いたけど、私一度も会ったことないのよね。俺さっき見たぜ、アロマを焚いたらな。魔法とかジュースとかオカルトチックな本がいっぱい。術式大全、大全、外科手術のお勉強もされてるんですか。え、あっちとは術式って外科手術のことを言うのね。違うのか。魔界では主に魔術の形式の一つを指していて、ただの品物でも念を込めることでマジックアイテムに作り変えるのよ。おお、まあすごいですね。ただ魔力は消費しない代わりに念じ方にコツがいるし、半端な売れらは時間もかかるし、物だって何でも変えられるわけじゃない。法則性もあるのか。変えられるものは本人の気質次第で、例えば私なら鉄を少しだけど扱えるわ。ロールプレイングゲームに例えると MP を消費しない代わりに栄養時間が長くてアイテムのいる魔法ということなんでしょうか。理解できない単語があるけど多分合ってるわね。関わってくるのかな、この後に。かわいい漫画本がいっぱい。動物好きなんですか。ええ、まあ博士と共通の趣味なのが嫌だけど。この本とかメルヘンな感じでいいですね。とととととって見ちゃダメだからね。あ、はい。獣娘とイチャイチャの本だなんて絶対言えない。そっちの方だったか。変、私みたいのがクマさんなんて飾ってるの。これ襲ってくんだろ。いいえ、全然可愛いぬいぐるみですね。そう、君みたいな人嫌い。え、なんで。え、嘘、ありがとうね。
この子は人との接し方がひねくれてるというか、なんだろうよく分かってないのか。こっちからしか開けられないの。あ、これまた長いタイプかな。博士ってこの塔の管理人で、ざっくり言うと変態。ざっくりすぎる。赤毛の女にこの塔を貸したのは見たいものがあったから。探し物は何ですか。赤毛の女、パッと見は人間に見えるけど、気配や体型からしておそらくムマ。ほう、サキュバス、クエスト、頭が。私が経験済みかどうかって。あ、いや、どっちだ。これはね、意外としてる、意外としてる。この子は、この子のなんかそういうイベントえねえかな。生まれた時から体が弱かったけど、年頃になっても治らないから、厄介払い的な意味で預けられて、生活のためにも助手をしている。博士を助手をしながら自分に使う薬の研究も。どんな薬だろう。遅れ兄さんとか叫びそうな薬かな。まあ、薬を飲まないとほとんど動き回れないのか。ニョロクンズよりか、つまりあれか、ニョロクンズに襲われてもそういうエロい絵は出てこないってことか。薬が切れてる時にニョロクンズをこいつに放てば、元の世界のものもあるねっていう話か。赤毛の女の魔力が強いからこっちにも残ってるのか。ニョロクンズは返してきた。ダメか。渡り廊下行くぞ。私の生活空間ダメか。なるほど。花いいか、掘りで、ここでセーブな。で、もう、あはい、はい、ごちそうさまです。で、扉を開ければいいって言ってたね。ニョロクンズのお家、あの人が言ってたのはこれね。ドクロマークがついてるけど、くそこの部屋匂うわ。ん、え、あれか。ああ、みんな一目散に入っていったのか。入っていっちゃった。とりあえず負けかオーライね。よし、入ろ入ろ入ろ、今こそ入るべき時でしょ。残念。他こっちとかはここ開かなかっただけだよね。じゃあとりあえず渡り廊下でうんぬんかんぬんに行きましょうか。じゃあこれで勝ち。返してきたよ。ふう、これであっちの扉が開くと。ん、向こうに渡ったらこっちには戻ってこない方がいいよ。ほうほう、博士、今は実験体に逃げられたからおとなしく途方に暮れてるけど、復活して君を見つけたら何をするかわからない。何をするんですかね。わざわざ追いかけはしないと思うから、さっさと行った方がいいってわけ。本当にどうも。それでお元気で。それじゃあね。あ、かわいい。もっと喋ってほしいな、この子。この子持っていきたいな。お、持ち帰りしたいね。とりあえずニョロくんずに。ダメか。で、ここが開くと。お、やだ、暗いわね。懐中電灯をつけましょう。あれ、どうしてこんなに暗かったかしら。しょうがないわ。一回戻って電池か何かを。戻らない方がいいって言ってたぞ。え、開かない。住むしかないのね。うう、戻ろう。ハニワ、このまま住んでいいのかしら。住む女は度胸。どうやって住もうかしら。じゃあ天井に気をつけよう。何かあったら大変だものね。これ自動で進んでます。あ、足元足元。ん、何か踏んづけたような。わあ、キツネの少女かわいい。え、女の子。でもお顔がキツネさん。ん、今踏んづけたのってまさか油揚げ。おやまあ、これはこれは綺麗なお方。私、あなたのような女性をもてなすのが趣味でして。え、おお、へえ、ドレス。なんでこんな、いつの間に。シンデレラの魔法とでも言っておきましょう。サンタケイのお姫様、麗しのお姫様。ありがとうございます。でも私、油揚げ踏んづけただけだし、ユスケ君もさが目が。なあ、なんて素敵なドレスと妖精さんたちなんでしょう。魔法使いさん、ありがとう。いえいえ、それでは良い夢を。
ああ、なんて素敵な世界かしら。お料理も美味しいし。でも変なのよね。なんだか胸が焼けるように苦しいの。それから何かが足りないの。まさか真の像。緑香さん、一体いつ会えるんだろう。ゆうすけ、見ちゃいけない。ゆうすけ。ん？緑香さん、なんでそれ食べて。まさか自分の。王子様、お姫様には王子様が来てくれるの。そのためには眠らなきゃ。王子様は寝て待っててね。緑香さん、まさか。緑香さん、やめてください。初期に戻って、戻って。いやだ、あなたまで行かないで。え、あなたまで。他にも誰か行っちゃったの。緑香さーん、おやすみなさいませ。まっさい、おやすみなさい。そして迎えに来て、王子様。あ、違うゲームオーバー画面だ。何食べてたんだろう。ちょっとだけ考える。ちょっとだけ考え、考えてもしょうがないのか、これ。ダメだな、進むしかないのかな。じゃあ今度は足元に気をつける。油揚げを踏まずに。でも上からなんか降ってきそうだな。上から来るぞ、気をつけろ。来ない。あら、何かうっすら見えるような。おやまあ、間一髪でしたね。え、ここ同じイカ略。ああ、あちらでは獣人は空想上の生き物でしたっけ。怖いですか。全然怖くないですよ。むしろ可愛いですし、絵本やゲームでしか見。あ、ごめんなさい。いえいえ、構いません。それよりも私はこれを取って帰りますので。ん？この油揚げ。はい、わざわざ苦労して取り寄せた貴重な一品なのですが、クソガキのいたずらでこんなところに置かれてしまって。さっきぴょんぴょんしてるやつがいたけど、あいつか。あら、まあ大変でしたね。ええ、本当に。ではこれで失礼します。どっか行っちゃった。音楽いいな。にしても人の大事なものをいたずらするなんて、子供なんだろうけど、やりすぎだと思うわ。あ、また自動で進んでる。壁になんか傷が。渡り廊下。これで戻らない方が戻ったら改造修正超人ヒーローにされるとか。そんなわけないよねあー、ダメなのか、戻れないか。戻ってなんかいろんなことされたいけどね。とりあえずゲームオーバーになるにしても一回は見たいからね。イモジ獄街調教セット。なんじゃそれ。多分かいよね。しつけるのに道具とか必要なのかしら。これなんだ、色が違う。箱？気のせいか、少しガサゴソしてる。あ、開けちゃうよ。何か手がかりになるものが入ってないかしら。カパ？いった。あれ？足に何か刺さって。あ、あれ？あ、からだ、しびれ。あ、やだ、やだ。食べない。逃げたいのに動けない。あー、もぐゲップ。あー、もっと絵が欲しいな。こいつは開けない、ほっときましょう。わかりやすくていいね。危ないもの、これか。芋地獄貝の餌、これでしつけることができたりするのかな、こいつを。先に進むと光っておりますな。あら、メガネ。このデザインとイニシャル、カノン先輩のスペアなメガネだわ。なくしても大丈夫なようにって言ってたけど、まさかこんなところまで飛んでるとは思わないわよね。スペア、これを拾わないでいると何か起きたりするのかな。壺、お漬物かしら。中に何かいる。天才の人型お米師推奨、我らの門へ捧げよ。さすれば道は開かれん。そうすれば先に進めるってことよね。あっかない。天才の人型うんぬんかんぬん。水晶っぽいのがあるね。行き止まりだわ。何かが砕けてる。皿の破片を手に入れたとかならないか。で、
壁紙に違和感を感じるところをシュッてやりたいね。人型水晶、これを持っていくのかしら。天才の水晶、これなんだろうね。砕けてるもの、誰かの肋骨か。これを安易に入れていいのか。え、捧げる。じゃあためらう。一生懸命に机に向かってる。でもまさか本当に人が入ってるわけじゃないだろうし、やらなくちゃダメよね。あら、君はあいつらの仲間になりたいのか。誰？なんだ、知らないで連れてきたのか。君が今手に持ってる水晶の中だよ。え、まさか本当に。え、これ先に捧げた方がよかったかな。おお、どんどんどん。早くそっちを食わせろ。生意気野郎の松をぐっちゃぐっちゃに食いちぎってやりたいんだよ。な、なにこれ。彼らは人の作るものにやたら嫉妬してね。とにかくいろんなものを殺し潰している。コンプレックスを他人にぶつけているんだ。自身を向上させようとはしないで。そうそうそう、よこせよ。早く殺したい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 、いかりゃく殺したい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 殺泣かれてもな。俺、君に殺されそうだったんだけど。ごめん。確かに騒音や振動に強いから集中して作業できる物件だったけど、まさかここまでずさんなセキュリティとは思わなかった。ネームプレート壊されてるし。これか、砕け散ったやつ。そこ、お家だったんですか。引っ越したばかりだったんだけどね。さっきの、慣れてるんですか。直接対面したのは初めてだったよ。日頃は死にたいとか思ってたはずなんだけど、いざ目の前で強烈な殺意にさらされてみるとね。本当は怖かったのね。ん？ああ悪い、少し取り乱した。いえ全然いいんです。それより上に行きたいのか。あ、はい。じゃあ俺から見て左の壁の真ん中あたりを押してごらん。お、壁側に違和感か。はい、この辺かしら。あら、本当に無駄な仕様だな。じゃあ俺は引っ越しと苦情の準備するから。はい、ありがとうございました。あんなに嫉妬されて天才なんて呼ばれるくらいすごい人なのよね。なのになんで死にたいなんて思ってたのか少し気になってた。でも私の軽率、私の軽率な言葉で彼も傷つけるかもしれないと思ったら怖くて聞けなかったです。ちょっと一旦ロードしてさっきの試してみたいな、どうなるのか。捧げる。これでいいのよね。はあ、あ、頭痛い、収まらない。やだ、何、天才が殺された。ひどい、彼の作品を楽しみにしてたのに。彼はあんなに一生懸命だったのに。このゲド、人殺し、この人手なし。嘘、天才が死んだ。まさかあの水晶本当に人が入って。知ってて奴らに買わせたんだろう、醜い嫉妬の豚め。ごめんなさい、本当に知らなかったの。本当は知ってたけどな。しらばっくれるな。お前が死ぬべきだったんだ。そうだ、死ね。死ね、コピペ。コピペ、コピペ、コピペ。あら、意外と生きてる。あ、でも目がポカーン。Welcome。僕たちの、ああ、たくさんの手が緑川を掴んでいる。楽園へ。あー、こういう感じか。さてさて、もう戻る必要はないかな。あらあら、あら、まあとても風情のある場所ね。ん、あれ、階段がない。志村じゃない、緑川、後ろ後ろ。なんで、確かにここを登って。お姉ちゃん、かわいい。ちょっと丸っこいな。でもうふふ、驚いた。あらあら、怖いわけじゃなくて可愛いリスちゃんだったのね。思っ
あ、確かに。リスじゃないもん、タヌキだもん。タヌキだったのか。あら、ごめんなさい。タヌキさんなの？そうだよ。タヌキ娘でも、タヌコでも、クソタヌキでも、好きに呼んでね。おう、クソタヌキ。最後のはにこやかに言う呼ばれ方じゃないと思うわ。というか、リスはダメでクソ呼ばわりはいいのね。M かもしれんぞ。ん？タヌキ。なんか爆破してきそうだな。それよりお姉ちゃん、お風呂入っていかない？よし！お風呂？人間って汗かくんでしょ？うんうん、そうそう、人間って汗かくんですよ。じゃあ、お風呂でさっぱりしなきゃ。そうだよね、いいこと言うね、タヌキちゃん。大きくて気持ちいいお風呂なの。ねえねえ、入っていきなよ。もちろん入りますよ。そうね、せっかくだから。わーい。これは俺も視聴者もわーい。じゃあこっちだよ。ふぅ。あらあら、どう？気持ちいいでしょう。ふぅ、とっても極楽。全身の疲れが抜けていくみたい。この葉っぱが怪しいな。でしょでしょ、女の子に人気のお風呂なんだ。あ、狐娘ちゃんが呼んでるかも。ちょっと行ってくるね。ほら、行ってらっしゃい。狐娘ちゃん？上がりたくなったらその葉っぱをちぎって入れてみて。すっごくいい香りがするよ。ニヤニヤ。わかったわ。ふぅ。そして、そろそろ上がろうかしら。はぁん？なんか変な匂い。やったぜ。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。